アイテム番号。SCP-939。オブジェクトクラス。ケテル。特別収容プロトコル。SCP-939-1-3-19-53-89-96-98-99-109 は武装生物収容エリア。14内の 10×10×3 メートル収容室の 1163A もしくは 1163B 室に収容されます。双方の部屋の壁は鉄筋コンクリート製で、環境制御下及び陰圧下に置かれています。これらの部屋への侵入は外側の洗浄室と内側の鋼鉄製機密扉で制限されています。観察窓は厚さ10センチメートルの積層型防弾ガラスで作られ、100KV 通電網で保護されています。内部は湿度 100%、気温16度 C に保たれています。個体は常時赤外線カメラで監視されます。SCP-939 との接触、その収容区画及び観察室に入るにはレベル4権限が必要です。SCP-939-101 は分割され、生物研究エリア、12にある低温保管層 939-101A から 939-101 メートルに保存されています。SCP-939-101A の接触には2名のレベル3職員のクリアランスによる認証が必要で、そのうちの1名が全ての研究と実験に立ち会わなければなりません。一度に利用できる939-101の保管層は一つのみです。低温保管層から取り出された SCP-939-101 の体組織に対しては、常にその深部温度を監視しなければなりません。深部温度が10度 C を超えたならば組織は槽内に戻され、すべての試験は72時間中断されます。深部温度が10度 C を超えない範囲では SCP-939-101 の研究を続けることが可能で、対象が徘徊や解放の嘆願を行うことは容認されます。収容室は各州で洗浄しなければなりません。洗浄が行われている際、SCP-939 の個体は隣接する部屋へ移送されます。この際、収容室の扉と観察窓に被害がないか検査し、適宜修理ないし交換を行わなければなりません。別室への移送や実験を含め、SCP-939 と接触する際には強い鎮静が必要です。移送、実験手続きは文書、939-D4 を参照してください。SCP-939 の個体に接触する際や SCP-939 が生息すると考えられる区画ではレベル C 化学防護装備を装着しなければなりません。作業後、防却物質の二次的拡散を確実に阻止するため関係職員全員は標準洗浄手続きに従わなければなりません。事件アブカ14-939-35 SCP-939 とわずかの間でも接触する D クラス以外の全職員は2個の防水性電子脈拍計を装着する必要があります。脈拍計の根は無線監視システムに伝達されますが、システムは施設の私有電源から独立した電源で稼働させ、少なくとも一つの予備電源を設けてください。双方の脈拍計が平坦な波形を示すか故障した場合、着用者は死亡したものとみなされます。職員にはこの着用者からその後発せられる声を無視するよう指示が下され、自動的に収容違反が宣言されます。この収容違反に対応する保安要員は同様にこの脈拍計を装着しなければなりません。加えて、すべての生存中の SCP-939 個体には、捕獲時に追跡装置が皮下に埋め込まれていなければなりません。説明、SCP-939 は内音声異の群起余生捕食動物で、複数の器官に振動血性生物に似た体化の兆候が見られます。SCP-939 の皮膚は透湿性が高く半透明で、化学的にヘモグロビンに似た物質によって赤色を帯びています。SCP-939 の体高は直立時で平均 2.2 メートル、体重は平均 250kg ですが、体重は非常に変動します。四肢の末端には鍵爪のついた3本の指と、それに対抗する第4の指を持ちます。指は剛毛に覆われ、頭髯能力を大きく向上させていると考えられています。長く伸びた頭部には痕跡的な眼球も眼窩もなく、神経頭蓋も存在しません。SCP-939
1939の顎には赤くかすかに発光する、長さ6センチメートルに達する牙のような歯が並び、この歯の形状は蓬莱へ所属、コーリオデュス、の尻が持つものに似ています。顎は熱を感知するピット器官に取り巻かれています。眼点は明暗に敏感で、背面の棘の生えた有機線全体に沿って並んでいます。棘は長さ16センチメートルに達し、気圧変化や大気の流れに敏感だと考えられます。SCP-939 はあまり多くの生命維持期間を持ちません。中枢及び末梢の神経系、循環器系、消化器官は全て存在しません。SCP-939 の呼気有機系は退化し、AMN-C227 の拡散以外の目的を持っているようには思われません。以下参照。SCP-939 は生理機能上接触を必要とせず、接触した組織を消化する手段も持ちません。摂取した物質は通常 SCP-939 の呼気有機系に蓄積し、呼気有機系の機能に支障が出る段階になるたびに吐き戻されます。多くの生命維持機関が存在しないにもかかわらず、SCP-939 は繁殖が可能です。ホイ10-16-1991を参照してください。SCP-939 は主に、以前の犠牲者の声で人間の話し声を真似ることで捕食対象をおびき寄せ捕食します。しかし、人間以外の私有の声を真似る事例や、夜間に能動的に狩りを行う事例も記録されています。SCP-939 の発生は顕著に悲哀がこもっています。SCP-939 が発生を理解しているのか、聞いたことのあるフレーズを繰り返しているだけなのかについては目下研究中です。SCP-939 がどのように発生内容を獲得するのかは判明していません。犠牲者の声を聞いたことがないにもかかわらず、声を真似ている個体の記録もあります。SCP-939 の発生の解析では、これを基地の犠牲者の発生と区別することはできませんでした。このため、SCP-939 の存在する場所に音声認証、認識セキュリティを設置することは厳に避けてください。犠牲者は大抵の場合、頭部や頸部を人噛みされて殺害されます。強力は35メガパスカル以上と計測されています。SCP-939 は、AMN-C227 と指定されたエアロゾル上のクラス C 忘却物質を微量に吐き出します。AMN-C227 配置時的名前構成健忘を引き起こし、暴露中に加えその直後平均30分にわたって記憶形成を阻害します。この物質は無色、無臭、無味で、0.0015mg× 分、M3 の吸入で ECT501 に達すると推定されています。よく換気されているか、解放された環境下では ECT50 に達するリスクは大幅に減少しますが、無視できるレベルではありません。AMN-C227 は通常、暴露を中断してから60分間は血液から検出できません。当該物質で飽和した環境から解放された直後の検討式障害や軽度の幻覚症状の報告は、抗精神物質の断続的使用に似ており非常に誤認しやすいものです。中期2005年03月23日、この報告は携帯アルファに属するものです。携帯ベータに関する情報は、編集済み、実験記録914武装機動部隊入、7によるの作戦後報告、編集済み、を参照してください。実験記録914より SCP-93 部分の抜粋。SCP-914 についての簡易的な説明。SCP-914 は巨大なゼンマイ仕掛けの装置で重さは数トン、18メートル2の広さがあり、ネジ、ベルト、滑車、歯車、バネ、その他ゼンマイでできています。入力、と、出力、と書かれたラベルが貼ってある3m×2.1m×2。1メートル、10FT7FT7FT の2つの大きなブースが銅のチューブを通じて SCP-914 本体と繋がっています。ブースの間には小さな矢印のついた大きなノブのある銅のパネルがあります。ラフ、コアース、1、1ファイン、ブリフィンにノブを回すことができます。ノブの下には大きな、鍵、があり、それが、仕掛け、を動かします。入力ブースに物を置くと、
ドアが閉まり、小さな鈴の音が鳴ります。ノブをいずれかの場所にセットしキーを回すと、SCP-914 はブースに入ったものを、改造、します。この過程でエネルギーは一切失われず、出力ブースのドアが開けられるまで改造されたオブジェクトは静止状態にあるようです。改造するものの大きさによって改造時間は変化し、5話から10分の間に終了します。実験者は、出力、されたすべてのものについて責任を負います。実験によって死傷事件が引き起こされたならば、実験者は管理審査及び懲戒処分の対象になります。実験記録、実験者、博士、日時、7/1/2004、品目、生体の SCP-939 を母体、OFIVE により実験を認可。入力ごとに SCP-939 を SCP-914 内部へ設置する。設定、ラフ、出力、骨の裂片の塊、砕かれた歯、様々な大きさからなる赤い半透明の組織片。組織片には活動を停止するまでの数時間、断続的な痙攣が見られた。得られた資料はさらなる研究のために保存。設定、コアース、出力、対象は複数の生体組織塊に分解。塊は筋組織、おそらく、だけに限られず、二つの骨組織の山、この分割に何の意味があるのかは不明、歯、皮膚、多数のコイル状に分解された合計およそ17メートルの食道組織。骨片と共に撒き散らされたおよそ 15kg の人間の腐った肉、布の切れ端。そして所有者が D-09355 であることを識別するラミネートされたボロボロの ID タグが含まれた。最初の試験と同様、SCP-939 が活動を停止する前に数時間の痙攣が見られた。設定、11、出力、編集済み。設定、ファイン、出力、同じ SCP-939、呼吸が停止していることが認められた。被験者は、直ちに鉄筋コンクリートの封じ込め室に移され、クトブ経由でリモート観測された。駐在警備員には限界態勢が敷かれた。対象はすべての刺激に無反応で答え、36時間後に死亡が確認された。検視からは死因や SCP-914 に起因するいかなる解剖学的痕跡ももたらされなかった。さらなる研究のためこのまま保存。設定、ブリーファイン、出力、くすぶっている白い灰の堆積物。ホイ1981年11月14日、SCP-939 との初期接触時の捕獲チーム間の無線通信記録をこちらで閲覧できます。SCP-939 初期接触記録。以下は、トラッパーと指定されたサイトの戦術接触保安部隊による SCP-939 との初期接触、回収時の、現場指揮官、トラッパー、ホームと従属する戦闘班、トラッパー123間の無線交信の転写記録です。トラッパーは1981年10月28日、財団のフィールドエージェントの失踪の後にの郊外に展開されました。エージェントは現地での大量の行方不明事件と、その調査に派遣された複数の警察官との連絡が絶たれた件を調査していました。転写開始。トラッパー。ホーム。よし。ではこの無線をチェックしよう。そのフィールドマスクの VOX 機能は最後に使ってからとんでもない時間が経っているからな。トラッパー、ホーム、トラッパー2、トラッパー3、こちら1。以上、応答願う。感銘よし、1。こちらもが、1。全局、こちらも感銘よし。通告。君のチームは突入準備を。トラッパー1ウェポンタイトな。了解、ホーム。3ホームと共に待機し警戒せよ。頼んだぞ。2俺たちの突入に続け。了解、1。1整列だ。トラッパー1のメンバーはトラッパー1隊長の指示に確認応答する。作戦開始。準備完了。5秒のチームウォーターチャージを起爆します。爆発。正面に階段、左側クリア。右側にドア、右側、空
クリア。天井、クリア。トンプソン、ついてこい。背後を警戒しろ。室内クリア。トラッパー、ホームへ。トラッパー12から接触の報告なし。2通路を確保して周囲を探索した後で俺のチームに続いてくれ。仲間の姿に目を光らせて、降りる時には通知してくれ。どうし打ちはしたくない。わかったか？了解、1。ホスキンス、戦闘を頼む。了解、行きましょう。トラッパー、ホームへ。こちら1。9階段を下りて建物の深部へ移動中。以上。了解した。1。進行せよ。以上。トラッパー1のメンバーは戸口から動き出し階段を下る。トラッパー、ホームへ報告。下から何か不通がする。かなり強い。何かが死んでしばらく経ったような。チーム、やまれ。ホーム、下に引き裂かれた服がある。死体はない。服だけだ。俺たちの仲間じゃない。これは警官。何てことが。あれは、何か巨大な牙で噛まれたような。下に保管しておいてくれ。1、ロスバーン、探索に戻れ。了解、ホーム。トラッパーに気をつけろ。俺たちの周りにいる何かは空腹で、かなり立ちの悪い牙を持ってるようだ。了解、1。こちらはほぼ完了したところが、ここに我々のエージェントがいるのなら、下のあんたたちの方が。すぐに降りていくから。エージェント、ウォシュバーンの VOX 経由でこもった人の声が聞こえる。声は遠く不明瞭である。普通に静かに。出所不明の声。助けてくれ、畜生、誰か。ホーム、に我々の仲間を見つけたんじゃないかと思う。みんな、急ぐぞ。トラッパー1は建物内を素早く進む。助けを呼ぶ声が再び聞こえる。ホーム、音の出所に近づいている。もうすぐ我々のエージェントを取り戻せる。二毒に救急バッグを準備させろ。あの声からすると、あいつは調子が悪いみたいだ。ホスキンス、やれ。二発のショットガンの銃声が響き、ドアが床に打ち倒された音がする。直ちに銃撃戦の音が響く。ホーム、接敵、に急いで降りてこい。ローランド、退却だ。畜生、ホスキンスから投げた。右だ、ローランド、にもっと急げ。位置下で一体何が起こってるんだ？銃声が止む？トラッパー1、応答せよ。エージェント、ウォシュバーンが無線機から離れた場所で叫ぶ。に急いで降りてこい、ホスキンスがやられた、もっと急げ。了解、1、ハリソン、トンプソン、俺についてこい。ガバルニ、僕と待機しろ。トラッパーにはトラッパー2隊長の指示に確認応答する。ホームと1へ報告、には1の最後の位置に向けて進んでいる。エージェント、マイケルズの VOX を通してエージェント、ウォシュバーンの罵り声が聞こえる。一へ警告、そちらの無線は通じていない。そちらの声は聞こえるが、畜生、未交戦開始、交戦開始。直ちに銃撃戦の音が響く。トンプソン、支援しろ。装填、武器を取れ、みんな、農家まで撤退な。ハリソン、あの入り口を確保。テルーナンを使うぞ。爆発。ガバルニ、ロク、604を設置しろ。こちらは階段を上がっているところだ。トラッパー1は殲滅、ガスを使う。マスクを装備しろ。ガス、ガス、ガス。こもった破裂音が3回聞こえる。階段を上がれ。ハンガー飛んでますから、彼らを呼んでは、マイケルズ。ホーム、VX を使ったから、3に防護服を着せて送り込んでほしい。除染の準備を。了解、にも作業を進めている。畜生。銃声。おお、いい腕な、ガバルニ。ホーム、意識を失った奴を一匹捕まえた。稼働収容ユニットと負傷者への医療支援が必要な。それと、あいつは少し VX を吸い込んでると思う。ホーム、階段の下にこれ以上の動きは見られない。了解、に。3がそちらで負傷者救出と除染準備をするから、連携のために待機しろ。作戦完了な。電車終了。
ホイ1982年04月11日、SCP-939 は明るい光を強く避けるため、脱走の可能性は最小限と判断されました。SCP-939-1 を照明の落とされた自身の室内に留まらせるには、標準的な老化傾向等で十分です。ホイ1991年06月20日を参照してください。ホイ1987年06月29日、AMN-C227 に関する予備試験で、これが汎用的な記憶処理に使用できる可能性があることが示唆されました。この物質の大量生産の手段や副作用の可能性に関する研究は生物収容研究サイト、6で行われています。ホイ1990年10月3日、AMN-C227 をクラス C 記憶処理に使用することが承認されました。生物研究エリア、12で SCP-939 の呼吸組織の培養を行うことで、年換3リットル以上の生産が予測されます。ホイ1991年06月20日、沈黙の夜、封じ込め違反シナリオに続き、生物収容研究サイト、6において9個体の SCP-939 が脱走しました。近隣の民間人は嵐の接近に偽装して避難させました。復旧チームが周辺地域に配備されました。ホイ1991年10月16日。編集済み、この事実に照らして、北半球では9月9日から10月7日にかけて、および南半球では3月6日から4月4日にかけて。SCP-939 とのあらゆる接触は厳禁とします。編集済み、編集済み。と特定された SCP-939 お答えは未だ存在していません。編集済み、クラス B 記憶処理が含まれます。SCP-939 の繁殖を参照してください。文書、939-62、SCP-939 の繁殖。1992年9月25日、SCP-939-1 はおよそ12ヶ月の妊娠期間を経て出産に至った。3指数は6で、それぞれ SCP-939-A1 から SCP-939-A6 の指定が与えられた。SCP-939-A1-A4-A5 は U、A3-A6 はメス。SCP-939-A2 は死産であり、すぐに SCP-939-1 に捕食された ?SCP-939-1 は死の接収に際していかなる抵抗も行わなかった。SCP-939-A1A3A4A5 の生体、生体解剖では、対象は形態的、遺伝的に健康な人間の乳児と区別できないことが判明。SCP-939-A1 と A3 の遺骸は、生物研究エリア、12内の生体、生体物質保管ユニット 939-26-C と 939-26-D にそれぞれ保存された。SCP-939-A4 と A5 の遺骸は焼却された。SCP-939-A6 は、編集済みに移送され、成長過程の観察が行われる。月次の身体検査には、必要とみなされたあらゆる追加措置が付加される。文書、939-A6-16。博士の配置転換。編集済み、1997年3月16日通達。職員間の多数の会話を盗み聞きしたことで、SCP-939-A6 は自身の名前を、ケテル、であると考えるようになっています。このことが対象の気分に与えている著しい性の影響を鑑みて、スタッフはこの前提を否定も肯定もしないことを推奨します。精神、身体の発達過程は標準的な人間からの逸脱を見せていません。文書、939-A6-33、SCP-939-A6 緊急医療記録。日付、2001年1月9日、20時頃、SCP-939-A6 は徐々に不安定な行動を開始。理由を質問された対象は倦怠感を報告。浅く早い呼吸が観察された。SCP-939-A6 は精密検査のために病棟に移動。心拍は不安定で、
平均して毎分190回。これ以外の異常は観察されなかった。SCP-939-A6 はベンゾジアゼピンを投与され封じ込め下に戻された。おそらくパニック発作だが、原因は不明である。日付、2001年1月10日、4時30分頃、SCP-939-A6 は同様の症状とともに軽度の頭痛と臭鳴を報告。検査結果は前日と同様。SCP-939-A6 には休息が指示され、鎮静剤の投与後に封じ込め下に戻された。日付、2001年1月24日、上記の症状は2週間継続し、その後激化した。SCP-939-A6 は室内の照明器具を破壊し、1時40分にベッドの下で、おそらく胎児のような姿勢でつくばっているところを発見された。A6 は部屋から出ることを断固として拒否したため、エリア、の病棟に搬送する必要があった。対象は重度の頭痛、極度の鳴感、聴覚過敏、胸部と腹部の激痛、不快な温かさを訴え、泣くこともできないほど痛い、とコメントした。A6 の深部体温は 41.2°C と計測された。医療技術者は脈を取ることができなかった。MRI 結果は、編集済み。直ちに SCP-939-A6 用の強化コンクリート製封じ込めセルが準備された。要求に応じてセルの照明は現行され、水で満たされた大きな容器が準備された。日付、2001年1月26日、SCP-939-A6 は容器内の水に浸かり、およそ41時間にわたって動きを止めた。その後、対象は自身の皮膚を暴力的に引き裂き始めた。対象は皮膚の脱落に気づき多大な苦痛を表したが、止めることはできないようだった。22時36分、博士は SCP-939-A6 の頭部が自然に脱落したことを報告した。22時40分、対象はかなり小型の SCP-939-1 と同等の形態となった。ホイ2001年2月13日、SCP-939-A6 は SCP-939-101 に再指定されました。対象はさらなる研究に向けて生物研究エリア、12に移送されます。文書、939-101-77、939-101A 音声記録、13。記録開始、2004年5月22日、10時16分。博士の低音保管室939-101へのアクセスを許可。低音保管層939-101A へのアクセスを許可。もしもし、すみません。なんで私たちはここにいるの？ここはとても寒いから、早く家に帰りたいの。寝る時間がとても遅くなっちゃって、本当にごめんなさい。そんなつもりじゃなかったの。私たちの絵を見たことある？お絵描きは好き。パパは絵を壁にかけてくれたけど、時々白い服の人たちが持って行っちゃうこともあった。パパは絵を隠したり、破ったりしちゃうこともあった。でも、それは絵が嫌いだからじゃないって、私たちをあの白い服のお医者さんたちから守るためだって言ってた。でも、お医者さんたちはパパを連れてっちゃった。お医者さんたちは私たちに注射を打って、パパを忘れるように言った。パパが近くにいないから注射が怖かった。パパのことは忘れない。パパが私たちを忘れても、お医者さんたちが間違ってると思う。パパが私たちを忘れるわけない。そうでしょう？お医者さんたちは偽物のパパを連れてきて、本当のパパだよって紹介した。でも私たちはそんなにバカじゃない。お医者さんたちは私たちにもっと注射を打って、偽物のパパを本当のパパだって言い続けたけど、私たちは騙されなかった。パパが私たちに言ったみたいに、嘘をつくのは悪いことだって言ってみたら、お医者さんたちも嘘をつくのをやめた。お医者さんたちは私たちを普段通りにさせたけど、紙と鉛筆と絵の具をくれて、好きなものを描いてみなさいって言われたから、そうしてみた。パパを描いてみたり、パパに描くなって言われたものを描いてみたりもした。お医者さんたちは絵をみんな持ってっちゃった。時々、白い服のお医者さんたちと、ポケットのいっぱいある黒い服を着て、曲がった覗き窓のあるヘルメットをつけた人、パパは何て呼んでたっけ？忘れちゃった。その人たちが私たちを広間まで連れてって、診察をした。
私たちはそういうのは好きじゃなかった。本当に静かで暗い場所に横になってなきゃいけない時もあった。そんな時パパは物語を聞かせてくれた。全部理解できるわけじゃなかったけど、それでも好きだった。どこまで行っても天井がなくて、床が白くない場所の物語。バカみたい。天井はどこにでもあるものでしょう。お医者さんたちがパパを連れてってからは、もう物語は聞けなかった。そして、気分が悪くなってきたの。お医者さんたちはたくさんの検査をした。お医者さんたちが怖がってたから、私たちも怖かったんだと思う。とてもひどい頭痛がして、光が鬱陶しくて、あたりがとてもうるさかった。頭痛が収まるまで明かりを消して欲しかった。たっぷりの冷たい水が欲しかった。あの人たちは私たちを暗いところに入れてくれて、たっぷりの水も準備してくれたけど、水に浸かると全身が痒くなった。引っかいてると皮がだんだんめくれてきた。とても怖くてパパを呼び続けたけど、来てくれなかった。そうしてたら、全身の皮が剥がれちゃった。でも、もうそんなものいらなかったから大丈夫だった。もう痒くなかった。光があんなに辛いってこともなくなって、古い頭が取れてからは頭痛もしなくなった。光はまだ鬱陶しかったけど、前ほどじゃなくなった。もう物があまりよく見えなくなったから。私たちはとてもお腹が空いてた。悪いことだってわかってたけど、古い皮と古い頭を食べてみた。悪いことには違いないんだけど、美味しかった。まだお腹が空いてたから、食べ物をねだってみた。あの人たちは食べ物をくれて、中には私たちの大好物も入ってたんだけど、どれも美味しくなかった。美味しかったのは一切れの肉だけ。私たちはそれをもっと欲しがった。そしたら、あの人たちは私たちのいる暗闇の中に、二人の人を閉じ込めた。私たちはそんなことしないように頼んだけど、あの人たちは聞いてくれなかった。その後しばらくはお腹いっぱいだったけど、今はお腹が空いてる。本当にごめんなさい。嘘が悪いことだってのは知ってた。そんなつもりじゃなかったの。記録終了、10時37分。ホイ1992年0 2月20日、即時発行された指令により、AMN-C227 の記憶処理薬としての使用は無期限に中止となりました。さらなる情報は AMN-C227-939 事件記録を参照してください。事件 AMN-C227-939 関連する SCP-SCP-939。説明。1992年1月30日。1990年11月28日に行われた。の 2km 北西における SCP の捕獲の際に AMN-C227 を投与された民間人の中から。統計的にによる全国平均の倍にも上る行方不明者が発生していることが報告されました。さらなる調査の間、AMN-C227 の使用は中断されました。1992年1月31日、現場エージェントが調査に派遣されました。地域警察の協力を得て、エージェントは J.S. に対するインタビューを設定することができました。エージェントが派遣される7ヶ月前、J.S. は疑わしい状況下で3名の失踪を報告していました。彼ら全員は以前に AMN-C227 を投与されていました。文書、939-73-JS へのインタビュー1。回答者、JS。質問者、エージェント、ジョ。このインタビューは、JS 氏が1991年6月5日に報告した AMJBNCW の3名の失踪と、彼ら4名が1990年11月28日に AMN-C227 を投与されていた事実との関連を確証または反証するために、私、エージェントが行うものである。記録開始。お時間を割いていただきありがとうございます。S さん。まずはじめに、6月5日の事件についてできるだけ詳細に話していただけますか？わかりました。
私は友人に呼ばれハイキングに行くことになりました。森の中でちょっと何かバカなことをしたいと思って。外出にはちょうど良い日で、他に特にすることもなかったので、私は、上等な対話を除去、私がデジャブを覚えたことを口に出すまで、何も変なことはありませんでした。A は変な顔で私を見て、彼女も同じことを感じたと言いました。私たち皆が感じていたんです。M は怯えて帰宅してしまいました。賢い選択をしたのは彼だけです。残る私たちは好奇心から調べてみることにしました。つまり、5人もの人が同時にデジャブを感じるなんて聞いたことありますか？あるとは言えません。続けてください。もっとおかしなことに、既視感は私たちが、に近づくとだんだん強くなってきました。ああ、近くの大きな洞窟です。私の記憶では誰も入ったことはなかったはずでした。後から考えるとあまりにも軽率な行動だったんですが、懐中電灯も一個しかないのに私たちは中へ入っていきました。中に入ると感覚はますます強まりました。私は、デジャブ、と表現し続けていますが、これは正確な言い方じゃありません。前に経験したことがある、というようなものではなく、誰もきちんとした言葉にできないような、ただ何か、知っている、というもっと一般的な感覚です。深く進むほど感覚はどんどん強まりました。もっと正確に言えば、近づいている、という感覚が、何に近づいているかは私たちの誰一人としてわかりませんでした。だから私たちは進み続けました。何か見つけましたか？いいえ、いや、私にはわかりません。C が、遅くなるから帰ろう、みたいなことを言っていたのは覚えています。その後のことは、何も、覚えて。少し時間が必要なら、それでも構いません。すすり泣きながら、高速のは、脇に座って、いて、それまでの記憶は、ありません。外は暗くて。警察の人に、質問、されて、落ち、ついて、救急車が、来る、からと。全身が、傷だらけで、赤い色を、見て叫んで、警察の人に、行かせてと、お願いして、逃げないといけない、って。何から逃げると？赤いものから。赤いものとは何ですか？思い出せません。友人たちはどうなりましたか？一緒にはいませんでした。警察の、人たちには、私の仕業だって、決めつけられて。麻薬で幻覚を、見たみたいに、興奮、してたからって、救急車の、ランプを見て、叫び続けたからって、私を、捕まえようと、しました。覚えてないんですが、赤色を見ると、不安になるんです。冗長な対話を除去。記録終了。結び。これ以上の調査を行うには私のチームは準備が足りない。我々は明朝に、編集済み、に戻り結果を報告する予定。少なくともこの事件においては、発見されたものに応じた最小限の隠蔽工作が必要となる。この目的のため、私は J、S、氏が友人の失踪に強く関与したものとすることを提案する。彼に有罪判決が下れば、彼を刑務所からクリアランスレベル0の清掃スタッフとして雇用し、何らかの形で利用可能な施設に移すことができるだろう。エージェントは地域内に SCP-939 の巣が存在する可能性を報告し、駆除特派隊が調査に派遣されました。の内部で SCP-939 の存在が確認され、1992年2月6日に駆除が完了しました。1992年2月20日に、博士によって、J、S、が報告した既視感の正体が確認されました。これは以前に AMN、C-227 に暴露された個人が再暴露された際に生じる、これまでに記録されていなかった作用にのみ起因するものでした。この感覚は、AMN、C-227 に影響された個人をその濃度が高くなっている場所、通常は SCP、939の巣の付近に誘引するものとして機能します。
ホイ1992年03月1日。AMN C227 を用いた SCP-939 の追跡。我々はこれを利用できる。一時的な前構成健忘を起こす十分に高濃度の物質にさらされた個人は、異常な既視感の正体を知っていれば、あいつらを猟犬のように追跡することができる。エージェントは JS、死とその友人の辿った道のりを再確認し、我々がこれを使えばその有効範囲は、キロメートルとなるだろうことを確認することができた。ああ。これは SCP-939 自体を発見できるわけではないが、その巣穴の位置に我々を導くことができる。私は多数の現地工作員にこの計画を説明することを推奨する。すべての希望者は制御下で AMN C-227 にさらされ、まず一般市民に AMN C-227 が使用された場所に派遣される。これらの工作員が経験したすべての異常な既視感は、近くに SCP-939 の巣が存在するものとみなされそのように報告されるだろう。駆除チームが調査に派遣され、巣を特定して破壊するだろう。これが達成されたならば、これらの工作員を主要な人口密集地に派遣することが民間、軍、警察機構、編集済み、からの情報経路に対する標準的な監視と合わせて、野生下にある SCP-939 を特定して根絶するための最良の対策となると信じている。博士、